ジャパンカーレスキュー。就職したい企業第1位、ジャパンカーレスキュー広報部エリです。今日は新型ステップワゴン3つの良いところまとめをご紹介いたします。先日ステップワゴン撮影させていただきまして、印象に残った3つのポイントご紹介していきたいと思います。ジャパンカーレスキューではいろいろな車の紹介動画投稿しております。ステップワゴンの動画もこれから紹介動画多数投稿していく予定ですので、よかったらぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは早速、新型ステップワゴン3つのいいとこまとめお伝えしていきたいと思います。ジャパンカーレスキュー、まずは1つ目、車内空間が広い。こちらのステップワゴン、トヨタの新型ボクシーとどちらにしようかと購入検討される方もいらっしゃるかと思うんですけれども、トヨタボクシーよりもサイズ自体が大きくなっております。新型ボクシーのサイズは全長 4710mm、 全幅が 1735mm、 全高が 1825mm から 1870mm です。それに対して新型ステップワゴン、今回撮影させていただきましたスパーダの場合ですと、全長が 4830mm、 全幅は 1750mm、 全高は仕様に応じて 1840mm から 1855mm ということで、新型ステップワゴンの方が全長全幅が大きいですので、もともと車内空間広くなるっていうのはわかるかと思うんですけれども、ホンダ車の場合ですと、ホンダの独自技術センタータンクレイアウトというのがありまして、ガソリンの燃料タンクを前席の下に持ってきております。通常だと後席の下側にあるんですけれども、前席の下側にありますので、後席の床面が前席に比べて少し下げられることによって、特に車内の高さですね、車内空間高さにおいて、その他メーカーのミニマンよりも車体サイズに対して広く取れるというところがあります。ですので乗った時非常に広かったです。高さもちろん余裕ありましたし、2列目3列目と両方に人が乗ったとしても全然余裕のスペース感ありました。ミニバンの3列目結構息苦しかったり乗りづらいなという印象あるんですけれども、実際座ってみて座り心地も良かったですし、仮に2列目3列目と乗った想定で座席セットしてみましたけれども、余裕のある空間となっておりました。今回の新型から5ナンバーから3ナンバーに変わりましたので、車内空間が広々となっております。2つ目、マルチインフォメーションディスプレイ&ホンダコネクトディスプレイが見やすい。マルチインフォメーションディスプレイに関してはフル液晶になっておりましたので、映像で例えば後席に忘れ物ありますよとか、シートベルトしてませんよといったような情報画像で出してくれますので、とても見やすいです。また暗い時間帯でもはっきりとよく見えるメーターになってました。トヨタ車の場合はマルチインフォメーションディスプレイの表示部分が割と小さいっていうのは結構あるんですけれども、ホンダ車の場合は大きく表示されますので、とても見やすいなという印象でした。またホンダコネクトディスプレイの操作感がとても良かったです。 iPhone を使い慣れている方だと結構押したスイッチの感じとか液晶の画面触った感じとか、ちょっと反応ん?って思うことってあると思うんですけれども、ホンダコネクトディスプレイとても使い心地のいいディスプレイでした。また月額会員になることによって自動地図更新サービスや SOS ボタンなど使えるようになりますので、実際に購入して乗られる方はそういったサービス無料期間もありますので、試してみて月額払って使うか使わないかというのを見ていただくといいかなと思います。3つ目、走行時の静音性がすごい。今回新型ステップワゴンスパーダの PHEV に試乗させていただきましたので、ハイブリッド車ということでとても静かでした。エンジンかけた時もほとんど音がしないぐらい、かけていることを忘れてしまうぐらいとても静かでした。また PHEV ということでエンジンを動かしてモーターに電力を貯めて、その電力で基本は走っておりますので、約60キロ以下ぐらいですとモーターのみで走行しますので、本当に静かでした。今回のステップワゴンでは後席の方と会話を楽しめるようにということで、根本的に車内がとっても静かに作られています。吸音素材がすごく入っているような印象でしたので、声自体がちょっと吸い込まれるようなところはあるんですけれども、しっかりと外の音を遮蔽してくれていて、車内での会話も楽しんでいただけるかと思います。
また路外逸脱抑制機能がアダプティブクルーズコントロールを使っていない時でも使えるようになりました。こちら国内メーカーではまだ珍しい搭載かと思います。路外逸脱抑制機能は以下の条件を満たす時に作動します。白線の場合、車線が約60キロから約20キロの時、対向車両が走行している場合では車速が約30キロから120キロの時、草砂利などの道路境界の場合、車速が約30キロから120キロの時、直線または緩やかなカーブの道路を走行している時、方向指示器を使用していない時、システムがアクセル、ブレーキ、ハンドルの操作量と頻度から運転士がないと判断した時ということで、ハンドルの操作まで行ってくれるこちらの機能がアダプティブクルーズコントロールを使用していなくても使えるようになってます。ですので気をつけていただきたいのが、こちら路外逸脱抑制機能を使っている時は、例えば路肩に車が止まっていて避けようとする時、必ずウィンカーを操作してから避けてください。逸脱しようとしてるんじゃないかと抑制の機能が働く場合がありますので、ちゃんとウィンカーを操作して避けるようにしてください。だんだんと車も進化してきておりまして、路外へ逸脱してしまうというのは非常に事故の危険が高い行為ですので、そういったものを防止してくれる装置がアダプティブクルーズコントロールを使っていない時でも使えるようになってます。ジャパンカーレスキュー、以上新型ステップワゴンいいとこ3つまとめでした。今後紹介動画も投稿していきますので、よかったらぜひチャンネル登録をしてお待ちいただけたら嬉しいです。動画見てくれて大きいほなねー。